始まりましたヒーロードジャパンスペシャル。この番組は我が国日本を元気に、立ち上がれ大和魂を合言葉に活動するヒーローズクラブの最新情報をお届けする番組です。本日お送りするのは、はい、りょうちゃんです。たくちゃんです。そして私、けいちゃんです。わさあ、今日はですね、私たちヒーローズクラブが参画している日本中小企業経営審議会の活動について紹介していきたいと思うんですけれども、はい、なんと先日3月10日にですね、この日本中小企業経営審議会が記者会見を、うん、やったそうですよね。で、まあ、そのお話をお伝えしていきたいんですけれども、そもそも日本中小企業経営審議会というのはどんな活動なんですかね。はい、中小企業の、団体なんですけれども、特定の産業とか、業界の団体ではなくって、広くその中小企業の団体として、日本のですね 99.7% を占めるという、この団体が集まって、そして日本の経済を復興していこうという、そういう活動をしている団体です。はい、なるほどなるほど。なかなかね、日本の 99.7% を占める中小企業が元気になってかなかったら、日本元気になってかないですよね。そうですね。本当そうですよ。言うだけじゃなくて活動していこう、行動していこうという団体になってます、はい、なかなかそういう場もなかったです。そういう声を集める団体も少なかったということで、まあ、活動を始めたわけなんですけれども、今回その記者会見をやったっていうのは、何の記者会見をやったんですか。国会の方で今取り上げられている増税に関して、本当に私たち中小企業の経営者や経営幹部がどのようなそのことに対して思っているのかっていうものを、まあ緊急にアンケートを取りまして、こういうふうに思っていますよ、こういうことを感じていますよっていうことを集めて、それに対してですね、各省庁とかにこう答申をしていこうというふうに考えてまして、それをまず第1回の記者会見というふうになりました。なるほど、はい、本日はなんとその時の様子の VTR が用意されています。ぜひぜひそれでは、ね、はい、見ていきたいですね。じゃあよろしいでしょうか、はい、それではいきたいと思います、はい、VTR スタート。これより一般社団法人日本中小企業経営審議会による記者会見を開催させていただきます。中小企業の連携協力を促進することで、日本経済全体の復興を実現する団体を目指しています。それでは、当時税制政策パッケージについてご説明申し上げます、2ページをお開きください。そしてですね、全員一丸となって政府目標、社長なし話し合って投票率 100% 一生懸命活動してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。いやー、司会のね、りょうちゃん、本当素晴らしかったですね。ありがとうございます。いや、かっこよかったですね、本当に。衆議院会館って僕初めて行きましたね。なるほど。まさかね、国会の近くまで行くなんて、自分が行くなんて思ってなかったですけどね。そうですよね。実際にあの記者さんとか、あのマスメディアの反応はどんな感じだったんですか。最後のこう閣議取材なんかでは、本当になんか皆さんでこうお名刺交換をさせていただいたりとか、その記者さんとかカメラマンさんとか、そういう隔たりなくですね、みんながあの場で、なんかこう日本のことを考えたりとか、この後どうしていこうかっていうのを、なんかこう意見交換ができるような、そんななんか和やかな雰囲気になったのがすごく印象的でした。私たちが思ってるとか、その現状とやっぱりこう世間で一般的に思われているというか、言われていることのこうギャップなんかがあったりする。ありましたね。そこを何かこう関心持って深く理解をするご質問いただいたりとか、そうですよね、はい、そんなことをしましたので、はい、そういう意味ではとても一回になったと思うんです、はいはい、本当に生の声を届けられたんじゃないかなっていう感じはありましたね。そうですね、はい、ありましたね。ここから実際にこの中小企業経営審議会としては、どんなことを展望されてやっていこうと思ってるんですかね。そうですね、本当にあの広く企業の皆様とですね、連携して、そしてその日本の未来を考えていく。ですからぜひ皆さんにも参画いただいていきたいと思いますので、概要欄にあるところからですね、ぜひ登録をしていただきたいと思います。で、今700社ぐらいの団体になってますけれども、皆さんの声を、そして皆さんが自らですね、一緒になってやっていくということをですね、この中小企業経営審議会を通してやっていきたいなと思います。私たちは大事にしているのは、学び、考え、行動するというのを本当に私たち大切にしてまして、その定期的に私たちもですね、いろんな学びをしておりまして、実は
勉強会がですね、はい、私たち あのアドバイザーでもあるその林千勝先生ですね、近代史の先生でも研究家でもある林千勝先生 あのご講義なんかもやっておりまして、4月3日を初日に3回やっておりますので、ぜひこちらもですね、一般の方も参加できますので、どなたでもね、はい、参加できる、はい、概要欄の方にも貼っておきますので、はい、よろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、ここからは屋久島耕作放棄地再生プロジェクトについてお届けします。メンバーは株式会社メディアラボの小林と、山崎文英堂の宮地と、山崎文英堂の糸ちゃんがお届けします。さあ始まりました、はい、今の耕作放棄地の再生プロジェクトということなんですが、はいはい、まあ、去年は2022年ですね、あの反農反 X ということで実際ですね、本業をやりながら農業をやっていくという活動を本格化させていったんですけども、はい、今年は屋久島で耕作放棄地をやっていくということで、実際なかなかこう聞き慣れない言葉かなと思うの です、ね、今回プロジェクトってどういうものなのか教えてください。はい、耕作放棄地というのはもともと農家さんが農業をやっていたんですけれども、1年間こう、まあ、いろんな事情でできなかった、雑草が生えたりしてこう農業ができない状態のことを言っていて、そういったところがご縁があって屋久島で今回4000坪の耕作放棄地を回復しようということで始まったプロジェクトとなります。はい、実際この前2月の終わりですね、第1回の活動が始まったと思うんですが、はい、宮地やってみていかがでしたか？そうですね、まず屋久島のこの大自然の中でこう取り組ませていただけるということで本当にワクワクしました。あとはこう4000坪という広さが見えないところまでずっと広がっている広大な耕作放棄地を見て正直圧倒されました。ただこうみんなでこう取り組んでいくということで初めてやる方も多かったんで、こう本当に楽しく取り組めたなと思います。実際に地元の集落の方であったりとか、そういった方も見に来てくださって応援してくださるってすごく嬉しいですね。そうですね、今回地域の方々とあと地主の方々の思いも聞かせていただいたんですけれども、やっぱりこう地主の方々も本当は農業をやりたかったんですけれども、まあ、お体のご事情とかでやりたくてもできないという状況を聞かせていただいて、今回中小企業や若いチームがこうみんなで取り組んでいくということで本当にこう私たちのことを希望の光のように見ていただいたということがあって、すごくこう大変意義のある活動だなと思いますし、結構若いチームってこう土に触れるとか農業をやるってこと自体が初めてだったりするので、私たちも自然の中でこう生きていくとか成長していくってことができるような本当に大変意義のある取り組みだなと思います。ここで実際にですね、屋久島の耕作放棄地を再生している時の動画が届いておりますので、みんなで見ていきたいと思います。はいはい、それではどうぞ。耕作放棄地の開拓をみんなでやってます。茶畑ですね、今これをしっかりと根元のところから株をしっかりと取っていってって、なかなか手強いですよ。やっぱりこんだけまだこう鬱蒼としてるんで、本当やりがいあるなと思ってます。屋久島プロジェクト、いくぞ。おすごいですね。本当にこう野原、野山というか、雑草木の中をこう開墾していくというか、雑草木ってこう突き進んでいくっていう、取り組みになってましたね。はいはい、ただですね、今お話にもあったんですけども、まあ、4000坪の広大な土地を我々だけではなかなか構築していくっていうことはなかなか難しくてですね、なんとですねこの度先週からなんですが、私を応援する取り組みが始まりました。はいはいはい、題して集まれ中小企業、農業と中小企業で日本に希望を屋久島からプロジェクト。イエーイ。たくさんの方にですね、応援していただきたいということで、はい、クラウドファンディングをこの度スタートさせました。はい、はい、専用のサイトも開設されてまして、そちらからアクセスしていただいて応援していただけるという仕組みになっております。はい、実際どうですか？そうですね、3月7日からも今 39% ぐらい集まって応援が集まっていて、この支援金を使って耕作放棄地を復興させるための機械を購入するということで、今ぜひ応援を募集しております。実際にですね、こちらの開墾作業をしていただけるチームを募集しております。
ぜひ月に1回以上毎月開催していますので、単発でご参加いただいても大丈夫ですし、学生さんも皆さん OK ですので、ぜひ興味がある方はぜひ概要欄に載せてますのでご参加いただければと思っております。はい、ぜひチームで参加していただければなと思ってまして、やっぱり一緒に農作業やってるとすごく関係が良くなったりですとか、うん、あと自然に触れて、なんかなかなか私とか都心で普段仕事してるんですけど、まあ、そういったところではわからないことを知ることができたり、すごくいい体験がチームで積むことができるなというふうに思ってます。はい、ではたくさんのチームに参加していただきたいと思いますので、具体的な日程と連絡先については概要欄の方に記載しておりますので、ぜひそちらをご参考ください。はい、それではご参加をお待ちしてます。ありがとうございました。それでは最後に大和プロジェクト公演のお知らせです。今年も全国各地で大和プロジェクト公演を予定しております。まず今月3月は3月30日木曜日に、なんと世界遺産でもあります日光東照宮で奉納太鼓をさせていただきます。時間は午後2時、場所は日光東照宮の石鳥居を入って左手にあります五重の塔で演奏させていただきます。雨の場合は境内にあります武徳殿にて開催予定です。こちらの奉納太鼓はどなたでもご参加いただける公演になります。ぜひ今話題の東照宮で行われる奉納太鼓に足を運びください。そして5月はなんと3公演を予定しています。今年ヒーローズ和太鼓チームも、ヒーローズダンスチームも新しい新曲に取り組んでいます。特に、ヒーローズダンスチームには今回、ヒップホップ界のレジェンドであり、乃木坂46や MAX の振り付けを行ってきたダンサーの千野さんにもご参加いただいて、振り付けを進めています。よりパワーアップした内容でお届けしてまいりますので、ぜひお楽しみください。1公演目が5月15日月曜日横浜公演になります。お時間は16時30分がスタートとなります。2つ目が、初の鳥取県米子市で行われます米子公演になります。こちらが15時開催予定です。そして翌日5月23日火曜日には島根県の出雲大社にて、出雲大社奉納太鼓を予定しております。出雲大社の奉納太鼓は、拝殿東広場にて16時から開催予定です。大和プロジェクト、公演チケットにつきましては大和プロジェクト応援サイトにてお求めいただくことができます。お待ちしてます。チームシオンからのお知らせです。私たちチームシオンは日本中小企業経営審議会の18歳から39歳までで構成されている若手のチームとなっております。あなたの志を音に、若手から日本を元気にということで活動をしております。シオンでは現在3つの具体的な取り組みをしております。1つ目は若者に税と選挙に関する意識調査のアンケートを行っています。こちらは3000件を目標に集めておりまして、こちら集まりましたら地方自治体や国にこの声を届けていきます。はい、2つ目は屋久島の耕作放棄地再生プロジェクトを行っています。日本の課題である農業の課題への取り組みと同時に、実際に屋久島という場で学びながら一緒に考えて行動するという取り組みを行っています。3つ目に GoTo ボートの取り組みです。GoTo ボートについてですが、4月に統一地方選挙があります。今私たち10代から30代の投票率が 50% 以下と言われております。とても低い数字なのですが、私たち一人一人が投票に行くことでこの数字も変わりますし、選挙に届く声っていうのも変わってくると思います。ぜひ一人一人が自分のことだけでなく、周りの地域とか国のことに関心を持って学んで投票していくっていうことを大事にしていきたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。若者から日本を元気に、皆さんで声を上げていきましょう。よろしくお願いします。